はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人のちょっと理想の打順というか、現状ね、なかなか打ててないっていうところがあるので、ちょっとテコ入れというか、そういったことも現状の調子なんかを踏まえながらね、見直した方がいいんじゃないかというところで、今日は打順について、お話していこうかなというふうに思ってます。まあ、鍵になるのはですね、岡本選手の打順を変えるか否かっていうところだと思うんです。で、まあ、もともと、まあ、はっきり言うとね、僕が思ってることをはっきり言うと、ジャイアンツの、なんか4番打者って、なんかその、第何代とか、なんかそういうのあるじゃないですか。第何十代、4番打者みたいな、あるじゃないですか。あんなんをやってるから、結構その、なんて言うんだろう。変えにくいというかね。うん。その、動かしづらいのかなっていうふうに思います。まあ、その、野球も、まあ、なんて言うんだろう。まあ、いろいろね、進んできたりとかしてまして、その4番の打者って、もちろんね、いい打者が打つと思うんですけども、まあ、最近のトレンドというか、考え方として、こう、なんて言うんだろう。もっといい打者が多く回るように、早めの打順というかね、1番、2番、3番ぐらいにいい打者を置いていった方がいいんじゃないかっていう考え方もあったりするんで、今日はちょっと岡本選手が2番の時、3番の時、4番の時っていうところで、理想の、僕が思うね、今、毎日ジャイアンツ戦を見てて、あ、この打順だったらいいんちゃうかっていうのを、ちょっと考えたんで、ちょっと皆さんにね、ちょっと共有させていただきたいというか、ちょっと皆さんの意見も聞きたいなっていうふうに思って、この動画撮らせていただいてます。じゃあね、打順ね、3パターン考えてきたんですよ。岡本選手が2番に入ったとき、3番に入ったとき、4番に入ったときっていうところで、3つ考えてきたんで、ちょっと一つずつ言っていきたいと思います。まず、まあ、言う前にですね、僕が打順を組む際に、どういうことを気をつけたかっていうのが、ちょっとお話したいんですけど、3つありまして、まず、現状今調子いい人をね、見ていくと、丸選手とヘルナンデス選手っていうのがすごく調子いいと思うので、あんまり現状の丸、ヘルナンデスみたいな感じの1、2番にしちゃうと、2人が固まってね、そこは点が取れやすいんだけど、それ以降があまり続かないっていうのがあるので、丸選手とヘルナンデス選手は、離しました。極力、丸、ヘルナンデス、ヘルナンデス、丸っていう、打順をね、組むんじゃなくて、例えばその、間に1個誰か挟むとか、そういった感じで僕、組ませていただきました。で、2つ目が、誰だ、2番打者には、右バッターを置きたいっていう僕の理想があるんで、2番打者には右バッターを置きました。その理由としては、まあ、右打ちとかする際にですね、左バッターが、引っ張るってなると、結構難しかったりとか、打撃フォームを崩しかねないかなっていうのを思うので、2番に右バッターが入っておく方が、僕は、一番いいかなって。右に流すのもね、非常に、インサイドアウトにバット出してたらできるわけですし、エンドランであったりとかいろいろ仕掛ける際にでもですね、右バッターの方が視界に、こう、ファーストランナーの動きとかが分かったりするんで、そういった意味で、まあ、右バッターが、2番に入った方がいいんじゃないかっていう考えで、入れておりますと。で、3つ目はですね、岡本、坂本の並びにしないってことですね。まあ、その、5番打者、坂本選手が5番打者で、こう、合ってないとか、いろいろそういう議論って、僕の、YouTube でもコメントあったりするんですけど、別に坂本選手が5番が合ってないんじゃなくて、岡本選手の次が、坂本選手が合ってないってことだと思うんですよ。それどういうことかっていうと、やはり岡本選手っていうのはジャイアンツ一番いい打者、今で言うとね、一番いい打者ですから、やはり警戒されたりとか、配球とかも結構ね、やっぱ厳しい配球をされることがめちゃくちゃ多いんです。で、それで、今だったら、坂本選手もね、あまり当たってないっていうのがあるので、岡本選手に、まあ、ストライクからボールになるような際どい球を投げといて、振ってくれるんだったら、岡本選手で、勝負したらいいだろうし、それでフォアボールになっても、次の坂本さんを抑えたらいいよねっていう話になるんで、どっちかというと坂本さんからしたら、配球を読みにくいというか、フォアボールでもいいよっていうぐらいの配球できてるんで、すごく思い切った配球を、岡本選手のね、打席の中ではやることが多いんで、次を打つね、坂本さんからするとですね、同じ右バッターですし、そういった配球をね、目の前で、前のバッターにされてるわけなんで、非常にね、次の配球が絞りにくいっていうのがあるので、僕、坂本選手がその5番というか、岡本選手の次を打ってて、打率が低かったりとか、なかなか打つのが難しいと本人もね、コメントで、言う
ところっていうのはそういったところじゃないかなっていうふうに思いまして、岡本、坂本という並びはなくしました。はい。で、その今の3つね、僕、打順組む際に考えましたけども、その3つを反映させて考えたのがこの3つですね。まず、2番岡本選手を入れた打順ですね。1番ライト丸選手、2番ファースト岡本選手、3番セカンドの吉川選手、4番サード坂本選手、5番センターヘルナンデス選手というところですね。まあこれも僕結構いいんじゃないかと思ってて、まあ今丸選手ね、状態いいんでそのまま1番で行って、で2番に岡本選手入れてと、で3番に一瞬ヘルナンデス選手入れようかなと思ったんですけど、そうするとあまりにもその1番2番3番に、比重大きすぎて他の打順がちょっとねおろそかになってしまうかなと思って、まあ吉川選手もね、まあ状態そんな良くないですけども、まあ3番もね今打ってますから、3番置きました。で4番に坂本選手置いて、で、5番にヘルナンデス選手っていうところで丸選手とヘルナンデス選手をこう離してそこでサンドさせたような感じで、まあ吉川選手の次坂本選手4番ですけども、まあこのジグザグに行ってるんで、どっちかというとまあ配球もね、読みにくいことはないのかなっていうふうに思ってこういう打順を組ましてもらいました。でですね、次ですね、岡本選手を3番にした場面、ですけども、1番セカンド吉川選手、2番センターヘルナンデス選手、3番にここに、ファースト岡本選手、で4番に、ライト丸選手、5番に、サード坂本選手というところで、これ結構いいんじゃないかなって僕思ってて、僕これは結構ベストに近いぐらいかなと思ってますと。で、まあ吉川選手、まあ1番でね、まあ足もあるというところで、ヘルナンデス選手今ね、現状2番に入ってますけども、その現状のまま2番に入れると。で、今だったら本当だったら3番にね吉川選手が今入ってますけども、そこに岡本選手を1個繰り上げて、初回に絶対回ってくるようにすると、いうところで、4番じゃあ誰が打つねっていうところで、まあ坂本さんでもいいんですけども、やはり、岡本坂本という並びにしてしまうと4番5番の時と一緒になってしまうんで、だから左でもそうですし、調子のいい丸選手を入れて、ヘルナンデス丸で、調子のいい2人でサンドするっていう形。で、5番に坂本選手というところで、5番に坂本選手なんだけど、前のバッターが丸さんっていうところで、左バッターですし、配球も変わってくると思うんで、そういったところで、坂本選手の比重っていうのも、配球の読みにくさとか、そういったところも、軽減されてるのかなというふうに思って、この打順。僕はこの打順が今、結構僕の中では一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、最後、岡本選手を、まあ、4番に据えた、ところですけども、まあ、1番に、センターヘルナンデス選手。で、2番に坂本選手入れます。はい、ここで。で、3番に、丸選手ね。はい、ここ入れて、しっかり固めといて上を。で、4番で、岡本選手。で、5番に、吉川選手。まあ、もともとね、キャンプというか、シーズン当初かなっていうのは、吉川直樹選手を5番に入れるっていうのもいいんじゃないかっていう、安倍監督のお話もあったんで、そういったところで、5番にね、吉川選手を入れさせてもらいました。で、やっぱり、ヘルナンデス選手を丸選手を、離して、で、その間に坂本選手を入れることで、軽減させてますと。で、岡本選手は4番のままですけども、丸選手と吉川選手に挟まれておりまして、まあその、まあ打順もね、ジグザグに、こう、左、右、左という風な形になってるんで、僕は4番に入れるんだったら、この打順が結構いいんじゃないかなっていう。うん、坂本、丸も、坂本、岡本も話してるし、坂本さんもね、初回に打順が回ってくるっていう、まあ2番でね、すごく成績を出した時もありましたから、そういったところで僕、4番で岡本選手で行くんだったら、この打順もすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じで、今日、2番、3番、4番って、岡本選手が、2番、3番、4番って入っていくタイプで、ちょっとね、僕なりに考えてみました。まあ、その、坂本、岡本を続けないでやったりとか、2番には右バッターを置きたいとか、ヘルナデス選手をと丸選手を極力ねちょっと離してみるっていうところを意識しながら打線を組んでみましたけども、いかがでしょ、いかがでしたでしょうか。まあいろんな意見あるし、まあ正解なんでね、打順なんてないと思うので、まあそのまあいろんな意見あるのは覚悟してますけども、僕はこの3番岡本選手を入れたこの打順っていうのが結構好きというか、結構いいんじゃないかなというふうに思ってて、まあ冒頭でも今はじめ言いましたけども、やっぱりなんか4番打者ってもう岡本やみたいな、巨人って岡本や決まってるみたいな感じになっちゃってると思うし、
その第何十代とかやってんのって多分巨人だけだと思うんですよ。だから逆に、変えたくてもちょっと変えづらいとか、批判があったりとかって、そういったこともあると思うので、まあ、安倍監督ね、非常に、まあ、考え方としては柔軟であったりとか、まあ、現代風というかね、コミュニケーションを重視したりとか、そういった風に、まあ、されてるっていうのは、メディアでね、いろいろこう聞いたりしますから、そういったところでも、まあ、その、別に変な意味じゃなくて、岡本選手を、その、4番から動かすっていうところも、岡本選手のリフレッシュもそうだし、負担を減らす意味でも、ちょっとやってみてもいいんじゃないかっていうところで、今日はね、考えていきました。はい、そんな感じでね、皆さんいろいろ意見あると思いますから、コメント欄で、全部僕見てますからね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。